2012年ドンドンオリンピックの開会式の入場更新では各参加国、地域から集まった選手団がそれぞれの国旗、地域の旗に先導されてオリンピックスタジアム内を入場更新した。各機種は各国の国内オリンピック委員会または選手たち自身のいずれかにより選ばれた。選手団はイギリスの現代のポピュラー音楽が会場を流れる中更新した。 観光により、古代オリンピック発祥の地、及び近代オリンピックの最初の開催国として、ギリシャの選手団が戦闘を切って更新した。今大会の開催国であるイギリスは最後に更新した。他の国々は、観光と IOC の指針に従い、開催国の言語のアルファベット順に入場した。大多数の国々は、簡潔な名称で入場したが、一部の国は、 より正式な名称あるいは代替的な名称で入場した。これは、時事政治的問題や故障問題となることがあるためである。ギリシャとの間に故障問題があるマケドニアは、ホーマーユーゴスロブリパブリック・オブ・マケドンとして入場した。中華民国は、チャイニーズ・台北という妥協的な名称と旗の下に T の順番が回ってきた時に入場し、 People's Republic of China として C の順番で入場した、対立する中華人民共和国と一緒に入場することはなかった。今後共和国は単に今後の名称で入場したが、今後民主共和国は正式名称で入場した。同様に大韓民国は Republic of Korea として K で入場したが、北朝鮮は Democratic People's Republic of Korea の 名称で入場した。ブリティッシュ・バージン・アイランズは B で入場したが、アメリカ用、バージン諸島はターンに、バージン・アイランズとして、V で入場した。イラン、ミクロネシア、モルドバ、ラオス、ブルネー、アメリカ合衆国は、それぞれ、イスラミック・リパブリック・オブ・イラン、フェダー・イテッド・ステーツ・オブ・ミクロネシア、リパブリック・オブ・モルドバ、ラオ・ピープルズ・デモクラティック・リパブリック、ブルネー・ダル・サラーム、 ユナイテッドステーツオブアメリカとして、皆正式名称で入場した。また、リビアの選手団は、長年の間、カダフィ政権下にあり、リビーイン・アラブ・ジャマヒリアとして入場していたが、今回初めてリビアとして入場した。オリンピックスタジアムに入場する、各国選手団開催国として、オリンピックスタジアムに入場する英国選手団各、選手団は機種により先導され、 聖火台の一部となる銅の花びらを運ぶボランティアの子供と国名の英語名を示す看板を持った若い女性に同伴されて入場行進した。銅の花びらには国名が刻まれており、その後聖火台を作るために使用された。看板を運んだボランティアはオリンピックのボランティアの写真が印刷された布地で作られた衣装を着た。各国の国旗が到着すると、 グラストンベリー島の丘を模した丘を取り囲むように建てられた。オランダ領アンティル選手団は2010年にオランダ領アンティルが解体されたのを受けて IOC が国内オリンピック委員会の承認を取り消したため NOC として入場更新に独立して参加する資格はなくなった。しかし旧オランダ領アンティルの選手らは南スーダンの選手らと共にオリンピック期のも 独立参加選手団として独立して入場を更新に参加した。特筆すべき出来事としてはサウジアラビア、カタール、ブルネイから史上初めて女性選手が出場したことである。インド選手団は赤いトップスと青いズボンを着用した女性と一緒にスタジアムに入場したが、この女性は出場選手ではなかった。インドではこの出来事はメディアの注目を集めたが、 ロンドンの担当者はこれを控えめに扱い、その女性はマドゥラ・ラゲンドラという名前のボランティアでセキュリティチェックは受けていたと述べるにとどめた。後に、この女性の身元をバンガロールの大学を卒業したマドゥラ・ハニーだと特定した地方放送局もあった。これについてインド選手団のマラリーダーン・ラジャー代表代理は大会の主催者に抗議した。過表は国名。 騎手の氏名、騎手の参加する競技名の各順に並べ替え可能な表になっている。国名は IOC が公式に定めた名称に従った。ありがとうございます。